皆さんこんにちは、淡井圭介です。本日2024年、11月の25日、ホームページ淡井圭介の利益で、最近面白い動画とかも上げてますんで、ね、プレミア12に関しても面白い内容を言いながら説明しますので、よかったらそれ見てもらったらいいと思うんですけども、V スポ速報というお名前で挙げられている、号機を使ってストリートファイター6の女性の方見出しで分かるんですけどね、すごい 100コンボぐらいいってるわって、まあまあまあストリートファイター6で100コンボはまずないと思うんですけど僕は他のね若い頃、マーブルとカプコンのキャラクターが一緒に出てくる対戦型のゲームで、ゲームセンターで、ナッシュでね100コンボ以上してるまでしたして本当にあれその時そのゲームね本当に何でも技がつながりやすくて、あんまりコンボがつながりすぎるとダメージの量が威力は減っていくんですよそうじゃなかったらそれ 100年以上のコンボってもう絶対ライフゲージなくなるじゃないですかこちらは相手に早く負けさせてあげて自由な時間手に入れたらろ昔言われたことがあるから。こちら言ってないですよって。こういう意見もありますけどもっていうね。それをとりあえず心の中で捉えた。まあ、新サムライスピリッツに関しては、本当に僕は神戸市の三宮で開かれた、まあ、1000人くらい入るようなところで、まあ、神戸文化ホールみたいなところが三宮のどこかにね、あったんですよ。あ、こんなことになってたのかっていう。まあそこでね、映画館みたいな大きなスクリーンで、ちょっとした小さな映画館よりもスクリーン大きいんですよ。そこでね、新サムライスピリッツの大会で優勝して、で、まあゲームセンターでは、まあまあちょっと性能がね、そのキャラクターが高すぎたんですけど、佐々木小次郎をモデルにしてるようなキャラクターで右京っていう名前だったと思うんですけども、まあまあゲームセンターで43連勝した後44人目でもうこれぐらいでキリえっかんって思って意図的に負けたっていう。でその後がねキングオブファイターズで、まあその界隈のゲームセンターでね、この人が一番強いんじゃないかと思われる人物がいたんですよ。で、その人が43連勝をしてたところに、たまたまなんですよ。後から数字見てびっくりして、台が空いてるんですよ。誰も対戦に入らない。しゃあないなって、もうそのままだったらもうエンディング迎えるから、僕が入ったのか、相手したのかと思って入って。で、倒したんですね。で、そしたらその人、ちょうど43連勝中だったんです。まあ他にもね、昔ゲームセンターで、ストリートファイター2の、初代のストリートファイター2だったと思うんですけど、あれも、ダッシュとかターボとか、いろいろあったんですけども、ゲームセンターでね、ものすごい人がいて、ブランカが、ローリングクラッシュで名前あってましたっけ、ローリングこう回りながらこう突っ込んでくるっていう、あんまり役に立たないわ。一応飛んできた相手にうまく当てるぐらい役立つかもしれないんですけども、あれはね、ザンゲーフの、スクリューパイルドライバーで名車当てましたっけ、ぐる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 回って飛んでいくわ。あれ、吸い込むって当時僕から言ってたんですよ。嘘 ブランカのローリングクラッシュ、あれ吸い込めるんだ。あれ、レバー一周回さなきゃならなかったでしょ。あれ、ジャックパンチを連打しながら、その間にレバー回して、タイミングよく合わせて、最悪ジャックパンチで迎撃してブランカンローリングからして。ブランカ性能低すぎる。
いつ、聞いと間違えられて、緑色にされたんちゃうか。いろんな説があるんですよ。こんな、なんかちょっと変なキャラクター使ってもどうせ負けるかもしれん。最初はザンギーフ説だったんですよ。最初みんなで始めた頃ね。あんまりにも筋肉もりもりで、なんか、腕力とかね、すごく強そうに見えるじゃないですか。パンチの威力とかも、一応、あると言ったらあると、ちょっと高めに設定みたいな。まあ、大パンチ。まあ、あんまり、細かく言うと、あんまり変わらなく見える、といえば、見えるんですけども、だけど、これ、やっぱり使ってみたら、ちょっと動き遅いわと。エドモンド・ホンダなんて、竜とか剣が波動拳打つでしょ。それジャンプして飛んできたところ、足払いでした、こかさね。絶対勝てないですよ、エドモンド・ホンダは竜とか剣。で、そういうの みんなでね、ゲームセンターとかで、まあ、メーカーのカプコンさんにね、こういろいろ意見あげて、で、その後、ストリートファイター、ダッシュとかターボとかね、いろんなものがね、出てきて、で、まあ、バランス調整がされていたりだとか、だから、キングオブファイターズとかも最初、一番最初のキングオブファイターズって、ハイデルンっていうキャラクターがいるんですけども、怒りのチーム、怒りっていうゲームは昔もともとあったんですよ。で、そこの登場人物とか、もともと、元何かのゲームの登場人物とかがこう集まってきてるのが、キングオブファイターズっていう。それ、日本でもう赤字どうしようもなくなった。サウジアラビアに買い取ってもらった。あ、じゃあ、順序は結構、中国に買い取ってもらって、その後中国もね、ある程度普及して、長年みんな遊び尽くしたら、だいぶ期間を置いて、だいぶ帰った面白いものを作らなかったら、次売れないんですよ。みんな飽きちゃって。ね。久しぶりにしたくなる時期に狙わなきゃならないんですけども、その間じゃあ何で利益出すかって言ったら、他国への転売とかなんです。サウジアラビアの方に、まあ、ちょっと、キングオブファイターズ買いますっていうことを、高島彩経由のね、テレビ局経由の SD カード、一応そこ、途中からもういろいろあんまりありすぎたから、安倍総理の時に菅官房長官がね、まあ、二人とも僕と会ってから、総理とかになってる方なんですけども、SD カード、もうその情報をもう渡しなさいと。自分たちで見てみるということ。本当に。で、まあ、まあ、何がどうなってたのかは、深いところでは分からないんですけども、まあ、それはともかく、1週間ぐらい前でしたっけ、17時ぐらいに209号室から、何か老人男性と一緒に出てきたでしょう。で、これ分かったんですよ。ちょうどその時僕動画、チルさんで本当にあってます。チルっていう名前出したら今度。何だったっけ、青い今大佐じゃない、大尉、ガンダムの、AI グラフィック、まあ昔のそのポリゴンの発展系の、3D 化してる、アニメーションの、動画のガンダムの初代ガンダムの、リメイク、あれ見てた、あれでもキャラクターの顔が完全に変わってるんですよ。そのうち男性が女性として出てきて。名前がまたブーンって。空振りしそう。野球の通用数値。ストリートファイターとか格闘系で、大パンチとかね、一番わかりやすいの、醤油拳空振りしたりした。各シリーズによって、波動拳に関しても、隙がたくさんあるときと、素早い波動拳。波動拳打った後、すぐに普通のポジションに戻る。すぐに迎撃体勢が取れるときあったでしょ。竜とか剣でも。殺意に目覚めた理由じゃない。反射神経に目覚めた理由。
まあね、一応、まあ、合気も一時期は、コンピューターの、真の合気と、普通の合、一般プレイヤー用の性能を落とされている合気があったんですけども、コマンド入力をゲームセンターでね、十字キーとか使って入れたりしたら、コンピューターが扱ってた合気が自分で使える。まあ、あれめちゃくちゃ強かったですから、空中で2発波動拳同時に出してきて、隙がないんですよ、全然。着地した時の。あれされたら。で、他も当たり判定がね、なかなかちょっと、多分、体の、グラフィックの画面の、多分、こう、真ん中の方に当たり判定があって。当たり判定が薄いっていうね。まあまあ、その話でシューティングゲームとかでね。まあまあ、いろんなシューティングゲームは途中から、ドドンパチっていうシューティングゲームがあったんですけども、そのゲームもね、途中から当たり判定が小さくなっていって、昔はキャラクターに当たったらもう、当たったっていうことになってたんですよ。だけども、どん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 すごいように見せかけなきゃならないでしょ。ゲームセンターとしても、ゲームメーカーとしても。じゃゲームセンターでね、すごいボスが弾とかを、もうこれ、嘘っていう、画面中弾だらけやんっていうのを、こう、かわしていくの。それ見たときに、他のプレイヤーの人とかがね、こう、人だかりができて、すごい人がいるよ。全部避けようって。違う。途中から当たり判定小さくなって。中心の本当に点のところは、その部分に当たらんかったら、ちょっとぐらい周りのところ、あれ当たっても大丈夫やかって。向こうの方の球の方が本当は当たり判定か点なのかもしれないとか、そういうのが部分ね。そこはもう作り手の人たちに聞いてみなきゃわからないんですけども、まあ、僕もゲームセンターでね、ものすごい避けていた方です。大体ね、結構、ワンコインクリアしてました。でね、まあ、僕はあれこれ動画で面白い話とか言ったか、テレビに向かって言った方法で、カプコンさんの、天地を喰らうっていう漫画が昔あったんですよ。なんか、これが着信で答えました。天地を喰らう2の方、ゲームセンターであって、一応まあ、スーパーファミコンか何かで移植されたんですかね。一応ね、三人同時にできるんですよ。横並びで。下の方の、十字レバーとボタンがね、こう、港川のミナエンっていう、じゃあミナイチっていうところが昔あって、そこでね、そういうゲームがあったんですけども、あれ三人同時でするでしょう。一応画面がね、上にも下にもこう段差があって、奥行きの方みたいな形で、上の方に行ったらこう、下の方がね、こうちょっとスクロールするんですけども、下の方に誰かがいたら上も行けなくなるんですよ。どういう現象が発生するかわかります？ ライフゲージが減ってきた友達だからね。次を、俺にくれ、俺にくれ、とか。ライフゲージが回復する肉まんとか、なんで肉まん食べた？ 殴られたりしたため。回復すんね。みんな本気でなんか殴ってないから、とか、そんな話とかね。コンピューターも本気で攻撃なんかしてこないからっていうようなね、話で、まあそういうふうな話になってるのかもしれないですけども、それでね、上か下の方で、肉まん、友達のライフゲージが、もう残りこれぐらい、もう本当に死にかけてるんですけども、それ食べたらほぼ全回復するんですよ。で、僕は、まあ、ゲームセンターでそれなりに上手かった方ですから、ただもう一人の方が分かってなくて、あんまりしたくない子が、上行ったれとか下行ったれって言った時、そのライフゲージが取らなくなってる人間に言ってるんだ、淡井くんはっていうのを思っていて、そのものは下の方に、じゃあ僕はその下の方乗ってきた。それしたら、上の方に豚まんって、画面スクロール止められるんです。これね、ライフゲージを回復する豚まんとかある方に進んでいった人の方に合わせて、画面が移動したりとか止めたりしたらいいじゃないですか。なぜかね、取りに行った方が、一緒に取りに行かんかった。昔の学校の障害物競争。
あれ急にやり始めた時にね、運動会の時に PTA の人とかに学校の先生とか呼びかけるでしょ。あ、父兄の皆さん集まってくださいって言われた時に、あれ昔パン食い競争の前に片栗粉の中にこう飴玉とか仕込んでいって、それ探しながらこう真っ白になる。それがもともとおしろいの始まり、おしろいっていうその化粧のメイクの始まりだったんですけど、みんなそれも騙されるの分かってるから、最初あれ参加、何も知らんの参加したいと、え、ここで本当にせなあかんのダメなんですかって。でその後のあのパン食い競争とかもしてることめちゃくちゃだから、途中からもうみんな参加しなくなって、その辺の話でね、あの学校の先生とかの方が言い始めるんですよ。ちょ皆さん PTA の皆さん、何々さん参加してくれるっていう話だったじゃん。僕らが水面下で動いて、学校が昔ね、あの中学校とかで縦断ピラミッドとかさせられたんですよ。で本当にそれ日本全国、ほんとこの国青やから、本当に骨折者とか出てるから上から落ちて、ニュースでそんなのしょっちゅう流れていて、ついにあの法律が稼働して、お前ら次させたらその教師お前ら給料差し押さえるぞっていう話になって、最悪連れて行かれるから。それであんまり学校の教師とかがアホなことしとったら、みんなでそれ無視したらいいっていう運動が始まって、起点東山小学校、神戸市兵庫区東山町よにあった小学校なんですけど、現在名称夢の小学校、すぐ近くに夢の町があるんですけども、東山町に夢の小学校に名称変えようって、そこか通ってる人間絶対もともとそこ東山町って分からへんよって、僕も分からなくなるから、今現在夢の町なのか東山町なのか、東山町に夢の小学校なんか作って、夢の小学校だって夢の小学校はもともと北の方にあったんだけども、そこはなくなったんですよ、阪神淡路大震災の後にね。ちょっと話それ過ぎましたけど、それでまあみんなでね結局動かなきゃなんないみたいな話もあって、それで食べ物その体力回復する時ぐらいはみんなで息を合わせなきゃなんないの話で、カプコンさんは2を作って、上下スクロールね、1の時なかったんですよ、その上下スクロール。ちゃんと次のステージへ行く時にコンピューター判断でね、上下スクロール決めたで、意図的に上下スクロール作ったんですよ。まあその前にね、キングオブドラゴンズか何か、そういうふうな名称の、ゲームがあって、まあ、それはね、ゲームセンターの方も、ノーマルハード、イージーノーマルハードっていう設定があるんですよ。あれは、そこのね、ゲームセンターの方で、まあ、どれぐらいに設定するか、まあ、大体普通、ノーマルやわって、イージーにされると、ワンコインクリアする人が続出して、あれ1時間ぐらいかかんねやんかって、1時間で50円じゃ足らへんねやんかっていう話になって、ちょっと今誰か通ったみたいですけども、こんな季節まだ開けれないですから、ちょっとねこの間来た時ね、僕声かけよう思ったんですよ。だけどもすぐどっか行っちゃったでしょ。僕の状況をちょっと教えておきますね。これが僕の暖房器具ね、ストーブなんかどこにも見当たらないでしょ。もうすぐ吐く息白くなりますか。ちょっと落ちそうだった。六方戦車と後ろこの段ボール ここに先になぜか隙間ができていて、まあ、これね、これ横にテレビ置いてるから、いちいち撮影するときこれをここに置かなきゃならないんですよ。で スマートフォン立てかけとくためにテレビとこれを行ったり来たりとかずっとしてるんです。もうテレビ局と行ったり来たりするよりかはマシ、絶対もう交通費かからないから。ちょっとね、動画の再生時間が一時は、1700何十時間まで伸びてたんですけども、ちょっとねいろいろ勢いがなくなってきて、再生時間が減ってきてたんですけども、もう一回ちょっとね動画いろいろ上げ始めて、再生時間もう一回伸ばし始めて、もう1300時間ぐらいまで、減ってきた時に、ああもうこれ30時間4000時間無理やわみたいな形になってきてたんですけども、もう一回ちょっと根性で巻き返したのかなと。時期も来たし面白い話
いくらでもあるから。ブタハン食いに行く人間。同級生ね、もうごめんなさいね、もう僕人のことやつなんか絶対言わないんですけども、そのブタハン食いに行くやつが、ね、ちょっと来てくれや、来てくれずっと言ってるんですよ。で、下の方で画面止めてしまってるものは、そいつを助けるために下の方から出てくるデッキキャラクターの相手をしていて、甘いがいっと、甘いがいっと。じゃあ食べる瞬間に隙ができたら困るから。後ろで見て。ギャラリーのお客さん数人ですか、めちゃめちゃ大笑いしてまあね、そんなに仲いいんだったら3人ともうちの会社に来るかって よく後で聞いたメーカーさんの人でした。もしかしたら、いやまあそこはカプコンさんだと思うんですけども、そのドラゴンなんとかっていうのもカプコンさんでしたから、そのね、ドラゴンがね鎧着て、その当時こう剣を持ってるんですけども、不意打ちしてくるんです。その頃大の大冒険っていう漫画があってアニメ化されてるんですけども、ヒュンケルっていうキャラクターがいたんですよ。そいつは剣に見せかけて無知のように剣が伸びる。あれ子供の頃に流行ったんですよ。プラスチック製か何かでね、こうガチャガチャってこうしたら伸びたり、昔の警棒も一時そういう風な時代とかあったんですよ。学校の先生のあの教鞭みたいな、ああいうふうなものもね、あれ、もう力入れたら簡単に折れるから。勢いよくそんなもの叩いて、ほら先生、ほら折れて、ほらもう曲がってるって。しもた。普段ずっと真面目な、しっかりした、しっかりした言葉で喋ってる人が、急に、しもたって、大真面目な顔して。言われただけ。あとまあ、ジョジョの奇妙な冒険とかに関しても最初から僕らの方で元ネタ作ってあって、その時が止まるっていう話でね、もともと学校の先生が急に、唐突に真面目な学校の先生が急にね、アニメ関係とか漫画の話とかをし始めて、で次ああしようこうしようとかそういう風な話とかをね、誰かアイディアないかとか言い始めた時に急に教室が凍りつくんですよ。シーンって。どうしてあの先生なかったんかってこう。テレビのニュースで多々あるでしょ。なんか学校の先生ってすごい大変らしいわって。仕事終わった後も家に学校の仕事持ち帰って、次のテスト作ったりとか、なんかそういうことらしいわとか、なんかそんな話やってたんですけども、それ全部どうせ嘘だから。パソコン。文部科学省同じテストで点数させた、じゃあ同じテストでそのテストさせてあげなかったら、どこの学校が何してるか、何の授業してるか分かんなくなるでしょ。まあその頃からね、ザ・ワールドとか、スター・プラチナとかね、徐々に奇妙な冒険な最初の方のだんだんね、仲間がこう死んでいって、ヒントをね、こう時計の針を、まあ歌教員のりあきでしたっけ、フルネームはちょっと僕難しいんですけども、まあまあ歌教員までは絶対合ってるはずです。その時計の針にエメラルドスプラッシュっていうものを打ち込んで、まあまあダイヤモンドじゃない、エメラルドみたいなものが飛んでってるんですけど、まあちょっとそこから面白い話置いときますね。話進まなくなっちゃうんで。もう大体みんなもう言いたいことばかりでしょ。エネルギーの残存量問題と、エメラルドが飛んでいた話。差し押さえの話で。まあまあ、そこの時計の針をね、止めて、あいつのスタンドは時間を止めてくるっていうこととかはね、死ぬ間際に、もう昔の、その頃、金田一少年とか流行っていたの、名探偵コナンとか、ああいうのいっぱいあったから。どちらかサンデーかマガジンの方のどちらかを終わらせなあかんって、そんなもん寝たきりになった方が先終わったらね
両者で一回話し合った方がいいって、どちらの方が人気あるってアニメ化したら分かるから、視聴率で。よ、寄せとき寄せとき寄せといた方がいい。アイデア出そうもネタ切れになるから。まあちょっと徐々に奇妙な冒険の話に戻りますよ。で本当にシリアスなね場面で仲間がついつい続きやられていって、だんだん分かってくるんですよ。読者の方もディオがねスタンド時間を止めてくるって、こんなんどうしようもないやんっていう話になってくるんですよ。でところが空城長太郎空城の法律をね一条二条とそこまではっきり分かったらあかんとかまあそういう話もあったんですけども、まあ、空城長太郎オラっていう意味はこんにちは、ドラゴンボールでもそうですけども、オラっていうのはこんにちは、この状況、この状況みんな黙って横通り過ぎていくでしょ。こんばんはとかこんにちはとかおはようございますでまず挨拶して、その次自己紹介、どういうふうな職業、何々の何々ですけども、淡井さんお久しぶりですだとか、そういうような話をすればいいんです。だけどみんな無言でしょ。ハローウィンって言ってるじゃないって、ハローこんにちはウィンショー、それで嘘の世界がやっと終焉を迎えるはずだったとかね、一時期迎えてた時期あったんですよ、本当の人口の話とか。それこそみんなザ・ワールドの状態し90もの国の国境内の人が第二次世界大戦の頃で大体3000万人ぐらいで、人口の少子化が49年ぐらい前から始まっていて、男性と女性の生まれてきている人の数はもう今半分ぐらいになってるからっていう、そういう話を急にされた時にまあテレビのその本当の話が急に始まった時は3分の2ぐらいの頃の時だったんですよ。まあ話戻しますけどね、だから空城城太郎がおらーって言ってる北斗の拳と同じあたたたたたってあたたたたたたってこう言ってるでしょ。 あれはもともとこれ僕も言う勇気いるんですけども、それ言ってしまうとそういう現象が発生してるんですよ。急に慌てなきゃならない場面とかが出てきて、小指もうそっから先分かるでしょ、炭水コンとかそういうシーンも昔あったんですよ。防虫剤炭水コンって慌て始めた時、あれめちゃくちゃ痛いでしょ。でそれと同じでね、そのあいただなだってみんなその思い出したら気づくか、ケンシロウが相手に挑発行為しながら殴りまくってる、過剰防衛かどうかのところは、いやあいつら人を殺したり村人とか殺してるから、もうこれ正当防衛で守ってあげるしかないって、民法720条の正当防衛、丸1丸2知ってますって、第三者にも使えるんですよって、人殺してるんですよって一方的にって、そんなやつねなんで構うんですかって、最初から裁判所に日本でも死刑判決あるでしょって最後あれ法務大臣が死刑執行の判を押さなきゃ執行されないんですけども、そんな現場僕も本当は見に行きたくないから、本当に僕がものすごく怒らされてる時、もうそれ言ってしまった方なんですけども、オウム真理教に関してもね、全員も死刑執行判押さな、法務大臣としての給料をもらう資格ないっていうことで、じゃあもうそれもフェイクニュースだと僕どうしようかなって後から考え直し始めて、第二次世界大戦自体がどうやら嘘だったよね、法律で第二次世界大戦に関する嘘をどうこうみたいなのを確か見たことあるんですよ。だからそれがその死んだことにしてる話だとかそういうことじゃなくて、第二次世界大戦自体が嘘で、オリンピックの歴史見て、あそうやこれ20歳ぐらいにこれ教えてもらったし多分そうやと思うねやんかって、みんなよく真実をずっと探し回ってた先々のご年配の人たちの話、そうや教えてもらっとったわっていう、オリンピックって1800何十年かに始まって4回か5回ぐらい始めて、で、第一次世界大戦始まったことにしてオリンピック消滅してるんですよ。資源の採掘とかでね、地震が何回も発生してるから、そのことを日本では平安時代の頃から確定してるんですよ、天皇家の人たちで。
幕府が出来上がったところが大きな地震発生してるっていうことでね、イケメンなんかにもなってる人たちが、たくさんいらっしゃって、もちろん救助不能でお亡くなりになれた人の数たくさんいますよ。中国の方の八旗将軍、城を切るって書いてるでしょ、あれって思わせて言ってるの。お城とかああいうくだらないものを作るために結局資源採掘してたんじゃないかっていう話になって、金属とかね、でそれで崩落して亡くなった人のトータル人数を出してきたのが八旗将軍、生き埋めになった人の数。あ、戦でそんな数あんね、24の県よりも多い神戸市民で本当の人口50万人いるかどうかなんですよ。40万人も生き埋めにしました。穴掘るだけで、ね、その辺の明石市とかと違いますよ。神戸市面積めちゃくちゃ広いですか、特に北区、本当に自分で歩いてみたら分かるから、橋から橋僕ここから兵庫県の向こう側の河川の下流まで船坂峠越えて歩いていきましたから、ちょっと前の撮影で、今年だったかな、本当にそれを行いながらですよ、阪神タイガースと横浜 DeNA さん勝たせるの、なんか知らんけど、写真出てきて、いつも謎の球団、読売ジャイアンツ。去年は阪神タイガースの時に、もうね、ぶっちぎりであれ、首位走ってたでしょ。ヴィッセル神戸と同時進行で。阪神タイガースも、ヴィッセル神戸の試合が行われている時間帯、阪神タイガースがランナーが出るんですけども、得点できてないんですけども、あれ、得点回し上げてるんですよ。ヴィッセル神戸の方に。それ見破っておかなかったら、その試合の勝ち負け取り組んでる方が我慢の限界来て、そっちの、もうその僕のような存在の人の方がね、まあ、もう怒り始めたりしたら、もうその試合もう台無し、もう絶対負けてしまうみたいなね、何かをその後持ってなかったらそこから逆転することは不可能なんですけども、もうその時点で、同じ都道府県のチーム、しかも阪神タイガース途中でも2位に10ゲーム差ぐらいつけてたでしょ。あれなぜかって言ったらね、もう途中からね、阪神タイガース負けてもいいから、3位の球団を、ちょっと巨人を4位に叩き落とさなかったら、巨人が上がってこようとしてるから、あの謎の球団が一番やばいと。首都でしょ？スーパーコンピューター、経営富岳も理化学研究所の持ち物で、政府の所有物でしょ？もう税金の出元の話とかいろんな話とか、昔の第一次世界大戦、第二次世界大戦が全てが嘘だったっていう話も全部ね、くっつけて、東大が日本で一番すごい大学、違う暴力団化してたの、もうあんなの東京大学だけでしょって、他の大学でありましたって。男性かな、今歩いていったの分かんない、さっき歩いたのはもうちょっと背低い人だと思いますけど、分かんない、そのチルっていう人が来たのが、だもうそうそう、もうチルさんがもう謎だから、だってチルなんとかっていう人がなんか AI の動画で ガンダムのを作ってって、そのストリートファイター6の号機の使い手としてね、ああこの人うまいなって思ってたの、チルさん。あれそれ僕がスポーツの勝ち負けで、遊んでない日の時も僕どこまでスポーツ業界も100年コンボになったかでみたいな話まあ僕はナッシュでした方ですけど、100年以上のコンボ、初めてそれ見た人は、そんなことじゃ引いてまうわっていうことを言って去っていった人と、その人にちゃんと出口のところで説明してくれる友達がいてね、いやいや、あのゲームはちゃんとあんまり連続であのコンボが入り始めたら、ダメージがあんまり、そのダメージ威力が落ちていくようにちゃんと設定されてますからって、あれみんな盛り上げるようにしてるんですって、彼も。ほんと。まあね、ちょっと他に言うと、ダンジョン、キングオブドラゴンズ、ダンジョンオブドラゴンズ、ちょっと名称忘れましたけど、もうヒュンケルみたいなドラマ、ね、最初倒し方わからなかったらめっちゃ強かったですから、倒し方わからないとき、あれ段差でなんとかね、ちょっとしたその奥行きとかの段差でかわせれるんですよ。それしなかったら絶対間に合わないんですよ。それ
僕ハードでも平気でクリアできるようになって まあそれも見てね、最初ハードでし始めた時に、そのイージーでクリアしてた連中が最初の方の面すらクリアできなくて、1面、2面、3面って読んでたんですよ。だから、ステージっていうのは、日本語に訳すと、まあ、場面とか、そういうふうな意味なんですけども、だから、第1ステージ、第2ステージ、第3ステージみたいな形ですけども、もう最初の方でもうみんなやられていって。出てきてくる敵の数が、やたらと多くて、次々弓打ってきたりするんです。打たれる前に打たすしかない。ハードの時点でもうみんな正当防衛でいいっていうことで もう僕も敵がどの位置にどれぐらいのタイミングで出てくるかもう大体覚えてましたから、ほぼ全部 で、あれハードだったらハードで、ボスの動き方とかも変わってくるんですよ。それも覚えましたから。何だったかな、他にもね、ワンコインクリアしてたゲームはいっぱいあるんですけども、最後は、ボスの方にお辞儀させたるわって ちゃんとね、ロボットみたいなドラゴンなんですよ、最後。すごい昔のゲームですよ。炎、こう、お辞儀した瞬間、すごい素早いお辞儀してくる あれはヘッドバットなのか お辞儀の方だか どちらだと思うって、どっちだと思う それ画面つけながら今までの説明したら、もうみんな絶対報復せんと 動けなくなった 特に 肉まん食い食べに行くとき 会話の食い違他にもね、あのゲームは何だったかな、ちょっとね、ゲームの名称忘れたんですけども、それね、スーパーファミコンとかファミコンとかに移植された時に、アーケード、いわゆるゲームセンターで呼ばれていた、そのゲームの名称と違う名称で、発売されるケースがあるんですよ。倒産とかいろいろ合併とかで、昔ね、そのアメフトの選手をどう思うかとか、その化学兵器が使われた話とかね、敵の中途半端なボスみたいなやつで、こう、顔にね、こう、ガスマスクつけて背中にボンベしようっていて、そのボンベから火出して飛び回ってるんですけども。最初そいつを倒す時に、最初みんな一番最初動きわからないから、どういう動きをしてくるか苦戦するんですけども そいつが最後やられる時に、後ろのガスボンベに火がついて あんなことしてたら 火ついたらどうなるか、いや、火つけて飛んでるけど違う違うって、最終的にあのガスボンベが横とかに穴開いて破裂するとしたらどうするっていう話が 余計加速してコントロール効かなくなって飛び回るっていう、それも表現されてるんですよ。もうこんなんなりながら勢いがすごすぎて、あっちこっち行ったり来たりするっていう、まあその当時の表現としてはね、それぐらいしかできないんですけども、それ上下にも変な動き方し始めて ダメだーって言いながらしたっけ 最後爆発するっていうね まあちょっとまあ、見た目ね、かなり怖そうなキャラクターに見えるんですけども、それをね、主人公はアメフトの選手なんですけども そっちが毒ガスとか撒いてむちゃくちゃなことするんだったら、こっちの主人公だってむちゃくちゃなことしたるわ 総裁って知ってるかって 国とかの、総裁とか、そういうトップの人のことの総裁じゃなくてね、相打ちみたいな形で、ね、相打ちの会うっていう感じと、殺すっていう感じで、総裁って こんな怖いこと、もうゲームだけにしとこうって、裁判って本当に怖いからって、お互いの過失割合とかを出して金額の引き合いしなかったら 一方的なものすごい金額になるから、それせんかったら無理やからっていうような話ね。
それはそれでお互いの変に時間と経費使うだけやから、もうある程度の言葉でもう終わらしといた方が絶対賢いわって、六法全書を作った人間の方がアホやわっていう話になってるんですか、昔から。後から総理になったりとか最悪の状況になってるんですよ。もうこんなにたくさんいろんな法律作られて、いろんな判例いっぱいあちこちで出されたら、何が基準か分かんなくなる。自分たちの選挙とかの、だって自分たちの組織の人たちの名前を覚えなきゃなんないでしょ？自民党なんか地方議員入れたら1000名いるんですよ。みんな、全員こう言いますよ。本当はもう全員の名前なんか僕らも分からへんからって、どこで何してるか僕らも分からへんから。わかります、わかります。僕も人間ですからちゃんと分かりますよって、無理あると思いますって、そんな人数って。ちゃんとある程度各自こ、個人の責任混ぜ込んどかなきゃダメですよって、これ欲しがるんですよ。この間自民党っていう党としての責任。さすがに、まあ、ただそこはもう僕も、それ分かっていても僕はそこは党としての責任求めたんですけどね。ガソリン車の生産停止までせっかく僕が持っていったのに安倍さんと合同でっていうこと、これはどういうことだっていうことで、100人ぐらい告訴せ、法律が一体何しとんねん っていうことを河川の撮影しに行ってる時、あっち行ってもこっち行っても新しくもう高速道路出来上がった後、昔なかったら人口減っていってるのにですよ。で、電車ガラガラになって、エネルギー効率、電車のガラガラちゃんといっぱいにしたら1000人ちゃんと乗れるやろって。仙台も電車片道ですよ。片一方の道で。仙台15分の間に走ってるわけないやろっていうさ。三田市とその神戸、まあ、平野までの、その有馬街道とかで。これで年収神戸市で2000万超え得てた？ふざけんなよ、俺が今まで教えたってお前世の中よくしてきたったやろって。それまで散々ピンハネしてきてお前らが捕まる側やって何回も教えたやろっていう。急に久本偽造っていう市長ロンドンに飛んでどっか行ったことになったりしていて、もしかしたら亡命したのかもしれない。だってもう僕、もう韓国関係との話でね、その強制わいせつしてきたやつが、あいつ、多分韓国のスポーツ選手だっていうことになって、王様になっているやつ。もうそれが元で、韓国の、政府上層部の人間が、可愛い出すような、言動のその字幕をつけられていて、これ本当ですかと。本当なんだったら、もう容赦しませんよって。法律用語でも容赦ってあるんですよ。その退社とかね。もう僕の家の方に回ってきたのは裁判所経由で。パク・クネ大統領はもう手錠かけられるところまで回ってきてるから。もう結構僕は怒った時、我慢の限界来た時に、かなりもうすごいこと言ってるから、普通の人が言わないようなこと。13人同時に、もう死刑執行だとか、もうその後コロナウイルスまかれたの。まだ化学業界、化学の方。そいつら見かけたら、もう一応もうエロ業界のやつを殴った時に、僕、無罪放免になってるから、精神病院を連れて行かれてない。警察官の方が後から謝ってきてるから、守りきれなくてごめんって、先に現場に着かせてる、先田って名乗ってた永田っていう警察官が、すぐに警察手帳を見せに行くべきだったっていうことをね。いつも複数でヘラヘラ笑いながら絡んできてた連中とか、もともと僕は20歳ぐらいの頃からなんですよ。で、その秋葉株式会社の北神戸店のその筋力じゃないんですよ。あの時の鍛え上げた時の筋力が、あれはまずい。あの筋力で殴ったらもう顔面だったら陥没する。もうそこまではもう絶対しない。いくらでもその理性は効く。ウェイターの時の筋力で、それは確かね、2000年の淡路花博。最後の方はお客さん一応来ましたよ。それまでの中間、お客さんあんまり来ませんでしたよ。平日、土日ぐらい。土日祝日の夏休みとかゴールデンウィークとか、そういう時だけ、後の日はほんとびっくりするぐらいからからなんか。僕ですら15時ぐらいで帰らされていたの。ちょっともうこっちの相談にも乗ってほしいやんか。万博の話に巻き込まれた小学祭の正社員。けど、その正社員の人も、2007年から8年、フルーツラパークのバーベキューコーナーに働きに行った時、バスの添乗員として現れたんです。
もうみんなずっと仕事たらい回しになってる方やんっていう形でね、すごい温厚ないい人ですよ。ちょっとね、話、そうそう、ジョシュの姫の冒険のところまでちょっと話戻しますけど、あ、ディオがね、ものすごく強くて、どうやってこいつをっていう、その、こっちもちゃんとむちゃくちゃなキャラクター、そこまでむちゃくちゃなキャラクターだったら、同じことしちゃうから。主人公は成長していくものであって、途中でね、時間止めれることに気がつく、同じタイプのスタンドだっていうことに気がついて、自分も多分時間止めれるって見えたぞって。それ。みんな最初150キロのボールを見たときに、バッターボックスに立ったときみんな最初見えないって言うんですよ。だんだん見えてくるんですよ。それ慣れとか場数で。それと同じで、まあ今の時代は160キロに対応しなきゃならない時代ですけども。ほんと。ほんと怖い時代になったなと。打球速度大谷翔今シーズン2回記録してるんですよ。190キロ超えの打球。それね、もともとごめんなさいね、話いろんな時ところに飛んで、大谷翔平選手、まあもともと彼にね、僕は二刀流を進めていて、両方同時にずっと続けていたらいいと。いきなりプロの壁は絶対最初はある。もうこれはいろんな、まあ高校大学とかアマチュアとかで本当に野球に打ち込んできた人間、プロ行くぞってすごい、に日本一になるとか なるだとか世界一になるぞっていう、もう そういうような覚悟を持ってね、取り組んできた人たちばっかりが集まってきて、それでも1軍と2軍に分けられてる世界でね、すごい成績を出してきた、記録を出してきたような人たちでも2軍行きになったりするような、もうちょっとでも気抜いていたらっていう、もうすごい過剰競争な世界のところなんだけども、だから最初はもう高校で出した結果なんて、プロ行ってから通用するかっていうと、無理だから。最初はもうまず慣れることが重要って。いろんなことを教えてもらって、プロの世界、電波のこととかもそうなんだけども、いろんなこと全部教えてもらって、だんだんもうこれ本当は一番重要な場数。で、それを覚えておくこと、忘れないこと。で、だんだん慣れていって、彼はもともと筋力量がすごかったから、高校生の頃の時の打ち方、広角打法をちゃんとしてたんですよ。ちゃんと、外角のボールは流し打ちだとか。で、仮に、大リーグは、ただしますけども、片一方のね、ポジションに、内野手とか固めたりとかして、サードがガラ空きにしてるっていうね。だから内角を投げられた時も、サード方向に、彼は左打者だから、流し打ちできるようにしとかなきゃダメよっていうことを教えていて、方法あるからって。あんなもん、自分から詰まったらいいだけだから。簡単。知ってるから僕が。むしろ簡単。タイミング、内角で合う。ホームランになるよ、大谷翔平が死んで捉えた。あのね、165キロのボール投げる人間って筋力量ものすごいの。そんな人がね、死んで捉えたらもう見たらわかるでしょ。もうだから彼の場合はね、筋力量すごいから、もう一本足打法じゃ、もう今の世の中いろんな変化球投げる人たちが多いから、もう一本足打法の時代はもう終わってると。あんなものは遠くに飛距離を飛ばすだけのことを考えてるだけの人間で、しっかりと死んで捉えることの方が先だと。だから、すり足打法で、翔平の場合はもうすり足打法でいいと。君の場合は死んで捉えたら絶対届くからって、スタンドは。センターだろうがって。まあ、たまに届かない時ありますけども、力の入り具合とかでね。で、まあまあ、まあまあ、ちょっと、ジョジョの奇妙な冒険に戻しますけども、どうしよう、大谷翔平の話を なぜジョジョの奇妙な冒険の勧めでしたんだっけ、ちょっとわかんないけども、まあまあ、ちょっと違うような人もいますけども、基本的に、そう、大谷翔平、同じようなことをする人間は、まずなかなかいないって、できないって。球速。165キロのボールなんか投げられた後に、これね、スプリットっていうボールが流行りましたけども、速いんだけども、あんまりボールが落ちないっていうボールよりも、ストレートの軌道でカコーンって落とされた方がバッター手に負えないんですよ。本当に。ただ、それ、たまにね、ちょっとしか落ちないボールは、ど真ん中とか低めとかに来て、あれ死んで捉えられると、あれ、原理はね、ボールに回転を
ほとんどかけてないんですよ。ですごい空気抵抗を与えて急に失速してあれ落ちてるんですよ、フォークボールって。だから威力がなくなってるんです。それ死んで捉えられたらびっくりするぐらい面白く笑ってしまうぐらい飛んでいくんですよ、変化球。基本的にホームラン打つときって変化球狙いなんですよ。だから低めの本当に150キロの後半とかを投げれるような人が低めにストレートをどんどん投げ込まれたらヒットぐらいは打てるかもしれませんけども、内野手の頭の上とかを越えて、まあ外野の間とかにね、うまくボールを運べば。だからホームランはなかなか無理。もう大体外野フライで終わります。あと宇宙間左中間あんな深いところ無理だから本当に。ただね、ソフトバンクの球場は別ですよ。あそこもともとラッキーゾーンなんかなかったんですよ。ドームって無風だから風の抵抗を受けないから飛距離出るんですよ。それプラスラッキーゾーンなんか作っちゃったからフライがホームランになっちゃうんですよ。そこの選手のメイン で試合してるソフトバンクの選手の打率とホームランの数は、ホームランの数は、1割引きか2割引きぐらいで計算して、打率も1割引きか2割引きで計算しなかった。フライとしたらホームランが、それヒットになってる。ヒットもホームラン。ホームランもヒットだから、打率として、上がるわけじゃないですか。だけどもそこ、本当はフライで打率下がっておかなきゃおかしいから。あんまりそういった選手の構成も当てられないからって。いろんなこと込みですよ。ジョジョの奇妙な冒険でね、そうそう、途中から主人公の空城城太郎が同じことし始めて、今度時間の止め方のうまさを覚えて、相手が動ける秒数とか分かってきたときに、それから自分のスタンドを発動させて、相手を動きさせるっていうところで、だんだん巻き返し始めたときに、ディオがね、もうズタボロになって頭蓋骨割られて、それでも再生し、まあなんかヴァンパイアがなんかこう再生するような話とかでね。で、どこかに隠れようとして、マンホールに見つけて隠れようとするんだけど、時間と。開けた。空城城太郎が入ってる。そこのいいとこ、ここは満員だぜって言うんです、真面目な顔。夜中にあんなものを放送だ、絶対笑ってしまう。空城城太郎の設定、身長190センチ前後だったでしょ。190センチ超えてました、超えてたでしょ確か。すごいガタイいいでしょ、ガタイじゃない、体格いいでしょ。僕も言い方間違える、ガタイじゃない、体格ガタイって、割れたいって、本当は神がかり的な時間、女性だったら胸を大きくしたりできるでしょ。それと同じで筋肉とか本当は大きくできるんですよ。だから僕もそれ自分で経験ありますから、その時電波で聞こえてきた声がもう完全にああいう風に布団の中に入ってる時ですよ。だから絶対コンピューターが調べた時の、コンピューターが使ってる G さんどもの声、本当に大きくしとったとか言って、自分の体の感覚で体が一回り大きくなったなっていう感覚があったから。だからプロ野球選手とかに一時的に筋力も渡したりとか、まあ、霊的なものとか入り込むとかね、その辺の頭の中を渡したりとかも全部ハマったら、この間のプレミア12で森下選手めちゃくちゃ打ってたでしょ。年もまで打率5割超えでホームランとかも打ってたでしょ。レフトの左中間にちゃんと奥合いですよ。しかもあの時僕台風消滅してたから、風だいぶ吹いてたでしょ。だから風吹いてる時は低いライナー性の打球を打ち込まなきゃなんないんですけども、飛距離は出にくいんですよ、ライナー性の打球。まあライナーって列車っていう意味ですけど、列車のスピード速いから。まあ打球速度はまあ180キロぐらい出てたと思いますよ、森下選手のホームラン。で動画で探したら出てきますけども、内野手でね、もし190キロの打球が飛んできたらどうかって、もう最初から10メートルか20メートルぐらい定位置から後ろを守っといた方がいいって、どうせそんなもの飛んできたら大変なことになるからって。そう大谷翔平選手のその話、190キロの話、緑山高校っていうアニメが僕は小学校の頃あったんですよ。
で、二階堂っていうやつが投げてるんですけども、そいつの投げるボールが190キロ台のボールを投げるんですよ、本気で投げた時。でも投げる瞬間、もう昔ね、昔のアニメーションってあんまり、大したことないじゃないですか。ただ、その大したことない世界の中で表現技法としてどういう風にすごく見せるかっていうのを本当にみんな考え込んできて作ってるから、表現技法だけはすごく発展してたんですよ。投げる瞬間、右腕にこっから先だけ光ってるんですよ。完全に光になっていて、こう投げて。相手もね、もうすごい強そうなね、あの名門校、上昇校。で、いくらなんでもバントくらいは、わしらだってできるよって、自分たちだってできるよって、いくらなんでも甘く見てもらっちゃ困るぜって、ストレート一本なんか誰でも打てることぐらい、誰だって知ってるぜって、そんなもの練習次第でとか、まあそういうふうなね、本当にまともなこと言うんですよ。僕も150キロのボール、バッティングセンターずっと打てるようになりましたから、その後。130キロ台とか120キロ台。バットの方が先に出て、逆にこう、赤も、ボールがこのまま抑え。これが歓喜よ、プロ野球の世界ね。急に緩いボールとか打ったりした時に、プロのバッターはこうなるでしょ。泳がされてるって。で、まあまあ、話戻しますけども、それでね、まあ投げる方で、190は無理やわと、人間の体の構造上。ただしこれ打球速度なら、今までメジャーリーグで何回か記録があったらしい。らしいの話ですよ。打球速度。190キロ。あるらしいから、多分翔平だな。目指せるわと。出せるわと。いうことで、今シーズン2回記録してるんですよ。その後記録したかどうか知らないですよ。途中で2回記録してますから、めちゃくちゃ早いラインだ。一瞬でスタンドまで届いて。まあ、スタンドの意味っていろいろあると思いますけどね。ガソリンスタンドとか、まあ、スタンドアップとかね、立つとか、いろんな意味あると思いますけども、スタジアムのスタンドとかね、スタンドが守ってる、スタンドが守ってる。9点も取るんだったら、お客さんの頭なんか使ったらいいねって、もう最初から、もう昔から場内アナウンス流してる。ルール、法律、承認付き。髪の毛染めてる方が違法がっていうこと。頭なんか取ったらええ。海洋基本法違反。あと迷惑防止条例違反。他にもいっぱいあるよっていう。君たちからもう、ホームラン求めてきた時に、それも利用したるわ。ちゃんと僕は、森下選手の中に入り込んでるんですけど。じゃあもう、腕の力とか体の力全部抜けてるから、いろんな力がもう、多分筋肉も一時的にいってると思う。もうそんな状態。打球なんかあんまり上がってないから、あのままホームラン飛んでいく。その後の試合とかで、まあ最後決勝戦、まあもう、どちらかというと、台湾に勝たせてあげた方、ライト戦とかレフト戦、速い打球を日本の選手はね、それまでの試合で打ってましたけども、あれ打球速度、170キロ以上は絶対出てると思いますよ。ワンバウンドとかしてますから、そのまま、ファーストとかの横抜けていって、外野フェンスまで激突してるでしょ。途中で威力落ちていって、最後の方普通、コロコロコロぐらいで、こう、普通のゴロだったらね、フェンスまで、になったりするんですけども、一瞬でファーストは横抜かれて。もういろんな言葉のワードとか全部組み上げていろんなことを耐え切ってもうちょっと入り込んでる状態プラス頭なんかとかを渡してる小兵と呼ばれてるまあどちらかというと足が速い系の桑原選手とか守備重視でセンター守ってますからセンター山川選手とかは守って大変なこと彼はホームランを打つことによってレギュラーを取れてるわけであってねある程度の打率とだけども守備全員山川選手どうなるか分かる。いつまでたってワウト取られへんから。嘘、今のいつまでたらダブルプレーやんっていうのまで、ワンアウト取るのも難しい。だって、打球に追いつかれへんやん。で、しかもエラー増えるから、
追いついたとしても、もう無理な体勢で取りに行ったりしてるから、無理な体勢取れたとしても投げようとするから、もう投げる方でも絶対エラー出てくんの、そんな無理な体勢で投げてたら、もう、追いつく時点でそんなに時間かかっていたら、次、投げる方まで無理になってくるやんで、本当に、ちゃんと取りやすいところに投げれたとしても、セーフになってくるし、最悪暴動とか絶対発生するから。どうする今のファーストのせい、ワンバウンドの処理、うまいファーストだったら、あれぐらいプロだったら本当は取らなきゃならない話もあるけども、どうするファーストのせい、それとも投げた内野手、セカンドとかショートとかサードのせい、どうするそれともピッチャーの牽制、どうするって今のファーストのせい、それともピッチャーのせい。みんな H ランプがつくのか、H ランプはヒット、E はエラーの、H か E か、どちらかみんな注目。判断するのめちゃくちゃ迷ってる時もうどちらが勝ってもいいっていう試合の時もう僕ヘラヘラしながらもう菓子食いながらこの間テレビ見てましたからもういいからってもう僕もそこまで勝負の鬼じゃないからって国際連合が出来上がってるの分かってるってちゃんと台湾にも優勝させてあげなきゃなんないって本当は人口300万人いるかどうかだから台湾のじゃあもうみんなちゃんと自分で練習したらみんな同じような人間になるから大体ただ大谷翔平選手みたいなもう完全に体格が必要になるんです身長190センチ前、まあ、5A の体格がそういう人が思いっきり体鍛えたらあの160キロ台のボールをねその前後ぐらいのボールを平気で投げ込めるっていうねあの彼のあのいわゆるもともとの名称はデッドリフトっていう名前だったかどうか分かんないですけども多分あれで多分死亡者出たと思うんですよそれでデッドリフトっていう呼ばれ方をするようになったと思うんですけどもあのいろんなねバーベルにあの重りいっぱいつけてるじゃないですかあの金属の棒がしなってるんですよあれ絶対何キロ上げとんねんって僕はすごく体を鍛えた時に利き腕じゃない左腕で成人男性を持ち上げれたりとかしてた時があったんですけども左手でまあ汗もこすぎるんですよ あんまり高い位置持とうとしたらダメなんですある程度の位置持って足腰の筋肉と背筋使いながら、あと腕を伸ばしちゃダメなんです。腕を畳んでいなきゃならないです。その方が腕に力が入るから、腕伸ばしながらだったら、テコの原理がかかるから。上がんない、上がんない、絶対上がんない。どれだけ体鍛えても上がんない。ただし、ボブサップさんが僕を持ち上げるんだったら、腕伸ばしながらでも、多分現役の頃だったら持ち上げれると思う。あんなに筋肉ついたら、多分できると思う。あの人は関節、腕の腕ひし十字ってね、両手と両足で、腕を決めに行くってもうあの状態だったら両腕プラス両足プラス背筋と体幹の筋肉使えるから一瞬で勝負つくんですよ総合格闘技の関節とかで腕十字の場面に入ったらもうあそこが脱出なんか不可能なんですけども立ってる状態からこうパンチをねその時ブラジリアン柔術のあの一家ちょっと名前忘れましたけどもそこのね、すごい寝技が上手い人がねパンチの腕をこう関節決めに行ってで、最初両腕で取ってそのまま足引っ掛けてっていう順序になるんですけども足引っ掛けるところまで進んだ時にあもうこの試合終わったって思ったんですよみんなが会場のみんな絶対そう思うはずなんですよあいその人も重たいですが 100キロぐらいありますからその人ボブサップさんどうしたかって言ったらこう立ってる時にこう決められグラウンドに持っていかれそうにもなってるしもう自分の体重全身の筋肉プラス自分の体重もかけてきて腕伸ばそうとしてるんですけどもボブサップさんがこう腕伸びたら絶対もう終わりだから決められるか関節こうなって決められるかこう踏ん張ってるんですけどこのままどうしたかって言ったら一回もうここまで行ったら次もう片手で地面にバンバン叩きつけて無理やり外してすごいのついてきたなその人腕相撲全米2位でアメフトの選手だったんですよでもう一回アメフトが主人公のゲームの話に戻りますんでその人はねちゃんと自分から言っといた方がいいって金髪のキャラクターなんですけどもアメフトアメリカが出身アメフトの出世あの出世のまあ球技ですからちゃんとアメリカの選手っていうことでね
でちゃんと自分からね、爆弾は悪者だっていうことで、マットボンバーっていうのが、ね、あの超必殺技みたいなのがあって、その時間帯 無敵時間なんですけども、なぜかアメフトの選手なのに両手からビームが出てきて、アイアンマンみたいな体勢、こういう上下関係どちらが上か下か分からんようにして、上行ったら上行ったら責任問題が一緒についてくる、マットボンバーってこうやって上下こう画面中こう飛び回って片っ端から無敵時間だから蹴散らしていくんですけど、それプラス責任問題とかの話同時にさ、悪役のね、ダメだーって言いながら、あいつ絶対上の方やでって。ちょっと動画の撮影時間がもう残りなくなってきたんで、本当に聞きたいのは、Facebook のパスワードの変更の仕方、ちょっともう分かんなくなって、あの、What's っていうのも入れたんですけども、プロのジャストアンサーの人たちでも分からなかったんですよ。画面共有してもらって。ユニコーンガンダムで What's っていうキャラクター出てきてたの覚えてます？なぜ落とされたか。多分みんなパスワード変更できないんだと思います。よくわかんないですよ。だからちょっと本当によくわかる人教えてほしい。チルさん、ストリートファイター6のチルさん、本当にもう一回。他にもいっぱい我が天下と思って、ちょっともう iPad の方に Android から